い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター狂信者の塔、ホーリードラゴン戦ですね。一応全員リフレクトリングを装備させて、でホーリーは確かに回復されちゃうんですけど、それを上回る火力で押し切れば大丈夫という理論でやっていきます。で基本的にはクイックだな。あと全員浮かせてるんで、これでいきましょう。でマッシュだけクエック覚えてない。バイオ、これあとずっと流してるんじゃん。3000か、悪くない。ホーリー以上のダメージを与えられんね。4400、やっぱりセリス魔力高いから強えな。2100とかで、これデスペルも別に魔法をかけてるわけじゃないんで効かない。1400だから3000くらい回復されるんだな。まあ、バイオはね特にあれだけど、このクエイク一発でチャラにはできるから、まあ、あとはセリスとモグのクエイクでダメージを稼いでいくと。よし、 OK。 まあホーリーとデスペルしか使ってこないっていうのが分かれば対策の立てようはある。愛のセレナーで、ホーリーランス、よっしゃー、あと5匹結構いっぱいいるな。ではではでは、モグはモルルのお守りと、ダッシュズでいいでしょう。影縫い、影縫いってシャドウだよね、どう考えても。あ、強い強い強い、だいぶ強くなんな。でも必殺の一撃はデスの効果があるからね。でも影抜いてるから、なんか麻痺とかできないかな。まあ、そこら辺は分かんないけど。また上へ登っていく。宝箱、フォースアーマー、魔力系の防具だね。おお、アラブル。で、てっぺんについて、ここにボスがいるわけではない。39階なんだ。それちょっともう一回モグを、どれだ、リフレクトリング装備させて、まあ、一応クエイク用で浮かせておくか。天使の羽で、ソウルオブサマサ、これソウルオブサマサって、あーでもソウルオブサマサを装備しちゃうとあれがないんだよな、連続魔になるけど。ちょっとここはリフレクトリングプラスデビテッドで行こう。いっぱい登ってきた。こいつら39階まで登ってきたのか、大変だな。ケフカ様のお宝、ケフカの宝なんだ。で幽霊が来た。これは完全になんか飛んでんのか。マジックマスターで、ファイラーを食らって跳ね返して2800クエイクでいこう。で、まあ、バイオしかないよね。あ、マジックは回復させてねえや。まあいいか、これ完全に塔ぶっ壊れるよね。クエイク3400、バリアチェンジ。バイオどうなのこれ、効かね。バリアチェンジ、これクエイクって属性あったっけ。いや効かねえわ。え、どうすんのこれ、ライブラかける。うわ、回復された。むしろ最悪なんだけど。サンダガは返して、これどう、ゼロか。ライブラレベル68、トリトちょっと減って、さっき回復されたかな。毒の属性に弱い。ゲッ、バリアチェンジされた。え、なんだ俺、どうすればいいんだ。
サンダが全く効かないな。タイガ、これで要するにサンダガも効かないし、ファイガも効かないってことは、単純にブリザガが効く。ちょ、これ全員に効くよ。いけ、セリス、ブリザガ。で、ラインブラかけたら弱点変わるか、弱点とか、バリアチェンジしてくるか。吸石はむしろ回復されてるし、最悪なんだけど。で、ファイガ。ゼロ。サンダが何が効くんだよ。じゃあ毛回復してるし、じゃあ今度こそブリザガだよ。氷の属性でバリア、魔法かけるとブリザガじゃねえや、バリアチンされんな。じゃあファイガーで様子見て、なんかすげえめんどくせえな。あ、9999当たった。ってことはファイガ、ファイガいけ、これこそデルタアタック、元祖デルタアタックでファイガやって、9999でバリアチェンジしての、このセリスでなんとかするしかないです。いや、わかんねえ、なんだこれ。サイレス効かんわ。ちょっとこいつの動向を探るしかない。ファイラー回復された。ファイラが回復されたってことはブリザガはどうでしょうか。単純に二属性は回復しないと思うんだよね。まあ、ゼロでもしょうがないんだけど、パターンを読み切らないと分かんねえな。よし、当たった。最悪だ、これ死んだわ。忘れてた。だからリレーズ覚えさせてきたのに唱えるの忘れてたわ。ほっとけば勝てんじゃね。で、リレーズは別に、いや、これマジでさ、攻撃するよりほっとくのが一番いいんだ。多分最初はバリアチェンジとかないから、ほっとくのが基地だな。で、リレーズかけて全ての魔法が通るから、今現状勝手に死んでくれるわ、こいつ。何もしない。これが一番だ。そろそろ終わるんじゃない？アルテマ。何これです。別に生き返らないんだ。生き返らないっていうか、生き返るモーションないんだ。ラストエリクサー、まあいいや。全員死んでるやんけ。これまたどうなん、戦闘始まったらどうなん、中断しとこ一応。はい、全員死んでる、ゾンビ状態だな。リフレクタービームと天使の羽だから敵出るか。ここの敵結構強いんだよね。出た、先制攻撃。死んでるけど全滅した。魔法レベル90、魔法レベル60。再開しよう、蘇らせないと。え、これ魔法使えんだっけ。魔法使えねえじゃん。これさ、フェニックスの斧があったら終わってない。じゃあ積みだよね、あれ。いいっす、すげえ音。じゃあもういいや。モルルのお守りとダッシューズつけてさささっと帰りましょう。で、お次はですね、フィガロ城から地下に潜ってフィガロ城へ行きます。フィガロ城っていうか、フィガロか、フィガロ城はここだ。で、そうすると
動中に引っかかるんで止めましょうと。で、こっからどっちだ、地下でいいのか。ここ敵出んのかな。最初敵出てたけど、あれ普通に出ればいいんだけど、動力量の方来ても意味ないか。機関室何も入ってない。あ、ここだ。こっから行けるんだ。古代城への洞窟。なんで古代城ってわかるんだよ。てかセリスのマジかひでなんでこいつコンフィアンス使ってんの。ティナ意味不明すぎんだけど。てかマッシュさ、英雄の盾装備してんだけどさ、エルメスの靴も装備させてるからさ、聞かない、全然聞かないんだけど。早いんだけど、エルメスの靴外そう。ここはもう風魔手裏剣だ。風魔手裏剣下すぎてさ、ダグナロク後ろだけど強えな。フェニックスからのケアルガでエーテルタワーを2つ買おう。さて宝箱がここに1つ。エーテルターボ補充できた。で、あそこにもあるね。何ここ。あ、そうだ、外すって言ってたんだ。で、風魔手裏剣ここリア強で、好きなホーリーを覚えた。アレクサンダー装備させてるんで、これはもういいか。じゃあ、あとなんかぽいやつ、これリア。エルメスは外して、エルメス外して、じゃあどうする。ハイパーリストでいいか。これ意味あるかちょっとわかんねえけど。で、前に出しとこ、マッシュ。ウィークエッジってなんだろう。OK、なんか持ってるっぽいな。結構宝箱がありそう。ティナモン、こいつ粘りつく。無限頭部の威力上がってる。これなんかあんま上がってないんだけど。レベル3攻撃。あれ、昨日前に出したっけ。よし、前に出れば。えって、シャドウが回復はマッシュにさせればよかった。死神のカード、これはセッツァー用か。全然なんか同じメンバーでしか戦ってないから。 EK ハウンドダック、まあ強い、いいして。てかなんで魔風剣になってる。そう、混乱してたからか、多分混乱のあれがそのまま継続されるんだな、めんどくさいことに。ってことはまた風魔手裏剣にしないと。レビルト、これはここだけか。じゃあお次は真ん中に行きたい。強っ、ナプティーナマジで強いぞこれ。ラグナルクの威力か。まあ、クリティカルも出てるっぽいけどね。真ん中はあれだ、ここからしか行けねえ。あれ、モンスター最悪。しかもなんだ、トンベリマスターとかマジで。ちょっとこれはガチでいこう。ガチって言ってもホーリー効くかな。ホーリーホーリーでいこう。で、無限頭部
どうする？ホーリー聞いたらトランスかけよう。聞かなかったらほっとこう。あ、トランスかけよう。で、これはもう、風魔手裏剣。コースダメージ。いくつ ?1300、それなりだな。一回ケアルガをかけてのホーリーだな。で、ホーリー40か。まあ、回復量は申し分ない。で、投げる。まあ、ホスダメージはもう変わんないからね、攻撃力。ダメージ数が分かれば。なんということはない。強っ。トランス状態ほんと強えな。トンネルはそんなに強くなかったな、そう思うと。強っ。グラディウス。グラディウスって何？聖なる力をまとったナイフ。シャドウ装備できるの？攻撃力下がるけど回避率が上がんな。なんかどっちがいいんだかよくわからない。で、ここは宝箱だけか。結局さっきのとこ行かなきゃダメ？ここがつながって、で、こう来て、なんかここ光ってんな。いけるか。で、ちょっと、こいつらは、リフレクトかかってるから魔法が使えないとやっぱセリス微妙だな。てかまあ武器がエンハンス速度だからね、魔力を上げるために。サタン、あれ N 王って名前じゃなかったっけ。別個体か。デジョン5が、あ、でこっち行けるわ。からの上行ってもどうせあれだよね、行き止まりだから多分左。ん？ちょっとこっちの方から行くか。いや、ラグナロクがマジで無限頭部と同じくらいダメージ当たるんだけど。エクスポーション。魔石のかけら。魔石のかけら微妙なんだよな。何が出るかわからないからね。いいやつが出ると、強えんだけど。サタン強え。セリスの一発840が必要になる。絶対必要になる。ちょびっとした攻撃が。で、地下2階。一応セーフポイントか。結構セリスマジックパワー使ってるからな。テントと寝袋はめちゃくちゃ買い足したから。さて元気になったところで古代城。敵は特に変わらず。癖になるけど。いいね。で、ストップ。フェンリルはこれで OK だ。もうめちゃくちゃ。で、ケツアリ。あー、なんだ？ティナか。じゃ、ビスマルクでいいや。ファイヤーだっけ？ファイヤー覚えてなかったんだ。こっちにしよう。ここは。これは、メテオ。FF6 のメテオってこういう感じじゃないんだよね。厳重の攻撃か。こっちも厳重出せ。厳重対厳重。千年前のオーディン殿しかいない。怪我は治ったのか。最後の決戦、オーディン殿に全てを託す。てかなんでオーディンってこんなにさ古代城の人たちに忠誠を誓ってんの。
魔対戦で滅びた都市。斬鉄剣強たく、お化けが来た。なんか FF6 のお化けって何、強い立ち位置なの。斬鉄剣機関なんかパッパッパみたいな。石化した。やるな、私を石化するとは。てかこのお化け結局誰だったの。古い言い伝えで聞いたことがある。城の大広間で行われた魔導士オーディンの戦い。なんかいろんなとこから入れそうだな。正面だけじゃなくて。ルナティス殴ってみよう。倒した。よし、シャドウ、アレイズじゃなくてリレイズが最後だからな。とりあえずオーディンがいる。砕け散り魔石となった。とどめを刺してしまった。じゃあティナに操作させよう。メテオ、メテオはね別にオーディンじゃなくても覚えられるっちゃ覚えられるか。でもメテオ覚えればメテオで断髪してれば大丈夫か。フレアとか発動した。9999とか異常なんだけど。ちょっと宝箱みたいなのは取っていきたいから、こっちがいけるね。で、宝箱、待って。アームドウェポン。ラグナルクの餌食になる。ゲッ、強い。しかし、無限頭部は、防御無視。風魔手裏剣も防御無視か、これ。吹雪の、金の髪飾り、ここにもあんのか。貴重だな。行けるところをちょっとどんどん行こう。なんかあるよ。王女の日記。私はやはりオーディン様のことを愛して許されない。人の心を縛ることはできない。この戦いが終わったら必ず思いを打ち明けよう。人と幻獣の恋。エーテルスーパーなんてあんだ。これライティーンにできるんだよね、オーディン。でもライティーンにすると素早さプラス1がないんだけど、どうしよう。スリスファイア、聖剣。イフリーとかドレインがあるね。で、ちょっと端の方からまた入れるから試してみよう。マジか、ティナラグナロクでマジックパーがどんどん減ってってんだけど。ちょっと左からまずは。で、宝箱、モンスター。しかもボス臭、サムライソウル。ちょ、こいつ殴ろう、普通。で、こうでしょ。さとか、無限トーク。セリスはちょっとホーリーとないかな。サムライソウルっていうくらいかなんかホーリーに弱そう。そんなことないかな。どこだこれ。ホーリーさ一時戻んないでほしいんだけど。3000か。2700か。なんか弱えな。ゲッツフレア来たー。9999。これが異常火力なんだけど、マジで。倒した。マジでラグナルク強え。ティナに装備させてこれだからな。
拝殿の証、ここにあったっけ。ティナ異常火力者にしようじゃん。え、じゃあイヤリングとかいらなくない？もう普通にこいつ拝殿の証装備させて、エルメスはまあ一刀流でいいか、二刀流にするのかな、いいんだけどな。ちょっとエルメスの靴で先制を取りたいから、まあラグナロクだったら一刀流でいいでしょ。これ取ったらもう用なしじゃん。あとここの宝箱回収してサイドアタック、こいつ攻撃でいいや、みんな攻撃でいいや、めんどくせえから。強い、攻撃力が下がってるやん。てかクリティカルが出ねえなこれ。ミラーボールさ、全然ミラーボールって感じがしないんだけど、え、どういうこと。ちょっと待って、これ回転の証装備しない方が強い、もしかして。思わぬ落とし穴があったな。え、じゃあエルメスの靴と、イヤリング装備させてたけど、これ普通にブレイブリングでよくねえか。じゃあパニッシャーって何、杖、え、杖強いの。これどっかなんか行けたよね、行かないけど試すだけ試そう。もうみんな5500、やっぱりこれ普通の方が強えわ。いや、シャドウインターセプターマジでいいな。そしたらシャドウも、アラームピアサでもな、バックアタックされるとめんどくせえからな。なんかどっかなかったっけ。いけない、こっちも特にあるわけではない。こっからなんかどっか行けないっけ。特になんもないね。じゃあいっか、もう帰ろう。テレポがねえんだけど、え、テレポ使えない、もしかして。テレポ使えねえし。じゃあ帰ります、歩いて。はい、というところで、まあ戻ってきましたので、ちょっとまた恒例のコロシアムのところにいますけど、ちょっといろいろアイテム何に変わるか調べて、もういいでしょう。ラグナロクもあるし、回転の証も取ったし、コロシアムやっていけると思うんで、ちょっと次回はアイテム回収して、であとやりたいこととしては、魔石バハムート取るでしょ。で一応青魔法の最強のグランドトラインだっけ、なんかそんなやつを取りに行ったり、あと八竜倒してって行って、でケフカのところに乗り込む感じかな。あと1回くらいまた寄り道をして、最後ケフカの塔に向かっていきたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。